お出かけスナッチーズリポート。今日はスナッチーズツンデレツンツン担当の木崎優です。よろしくお願いします。今日ちょっとすごく高級そうなお店なんですけれども、なんか周南市役所の方から私にお願いがあるということで、ちょっとドキドキしてるんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。スナッチーズツンデレツンツン担当の木崎優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらへどうぞ。失礼いたします。今日はなんか私にお願いがあるとお伺いしたんですけれども。はい、そうなんです。今回は木崎さんに周南市のふるさと納税について PR していただきたいんです。ふるさと納税って何ですか？ふるさと納税は自分が生まれたふるさとや応援したい自治体に寄付ができる制度のことです。寄付をいただいた金額に応じて自治体の魅力的な特産品を返礼品として受け取ることができます。周南市の返礼品にはどんなものがあるんですか？周南市で人気な返礼品はやっぱりフグです。今日はその中でも特に人気のフグ刺しとアラをご用意しました。アラですか？はい、フグの王様、トラフグの、アラを鍋にしてます。美味しい出汁が出てますので、ぜひ召し上がりください。食べていいんですか？わ、めっちゃいいロケじゃないですか。いただきます。あ、美味しいです。あ、フグの味ってこんな感じの味なんですね。骨の周りのお魚って美味しいですね。甘くてすごい出汁がフグに染み込んでてすごく美味しいです。あ、でもポン酢も普通のポン酢よりちょっと甘めに作られてて、酸っぱいとかはないですね。フグと合います。こちらがフグの王様、国産のトラフグのお刺身でございます。はい、周南市のフグの特徴として、少し厚めに引くことで1枚からフグの旨味と甘みを楽しんでいただけるようになってます。そうですね、普段透けてるイメージなんですけど、そこまで透けてない。おいしそう。甘い。この長いおネギをお刺身に巻いてお召し上がりになってみてください。そう、ずっと気になってたんですよ。めっちゃ可愛くないですか、このネギ。もう贅沢に。絶対美味しいじゃないですか。うーん、美味しい。ありがとうございます。この食感、フグの食感にネギのサクサク感がめちゃくちゃ合ってて、噛み応えあって美味しいです。周南市はフグを傷つけずに捕獲することで鮮度と品質を高く保つことができるハエナワ漁の発祥の地として全国に知られています。周南市のフグをぜひたくさんの人に食べてもらいたいです。こちらはおいくらの寄付の返礼品となるんですか？はい、まずこちらのフグ刺しは今こちら1位から2人前のもので寄付19,000円。こちらのアラは1キロで10,000円のご寄付で返礼品をお送りしております。そんな安いんですか？すごい、やりたい。他にも周南市は寄付額に応じていろいろな返礼品をご用意しています。木崎さん、ぜひ PR をよろしくお願いします。はい、それでは PR の方をさせていただきます。たくさんの返礼品をご用意してますが、その中でも特に人気の品を3つ紹介いたします。鹿野高原豚原木ロースハム。ロース肉を1本使用したハムは脂身と赤身のバランスが絶妙で、噛めば噛むほど味わい深い一品となっております。お好みのサイズにカットしてお召し上がりください。
この綿、この子、口子セット、日本三大珍味の一つ、この綿とこの子、口子をセットにしたものです。手間暇かけた高級珍味のセットとなっております。ジェラテリア倉吉さんのピスタチオジェラート。ピスタチオ好きにはぜひご賞味いただきたい一品です。業務用パッケージでの送付ですが味は間違いなし。私も配信中にいただきました。すごく美味しくて魅力的な周南市のふるさと納税、周南市では8つのポータルサイトで受け付けています。そしてボートレース徳山の生配信も見てくださいね。それではいいですか、せーの、レッツボートレース、We are スナッチーズ。